楓ちゃん、昨日遊び歩いてたでしょ。え？いや、私昨日楓ちゃんの家に行ったらいないって言われちゃって。え、そうなんですか？楓ちゃんのお母さん、若いね。そうですか、すいません。ま、これは貸しにしとくよ。あの、今廊下にいる父兄の一番右の人って楓ちゃんのパパなんだって。え？ああ、そうですね、一番右。そうなんだ。あんなかっこいいパパなんだ。いいな。そうですか？楓ちゃん、お母さん、小さい頃に亡くなったんじゃなかったっけ？え、いますよ！勝手に殺さないでください！ちぇ、まあ、いっか。こっちには若さがあるもんね。肌もまだツヤツヤしてるし、うん、分は悪くない。ちょっと、つぶらさん？楓ちゃん、一目惚れってあるのよね。でも楓ちゃんからママって呼ばれるのも、あれ？あれ？考えてみたら、それも悪い気分じゃないな。毎日頭も撫でられるし、うん、そうよね。一人で納得しないでください。私嫌ですよ。つぶらさんをママって呼べるはずないじゃないですか。仕方がないわ。これは運命の出会い、大宇宙の摂理。何言ってるんですか。私絶対認めませんよ。何言ってんだか、バッカじゃないの。楓ちゃんのお父様。あ、お父様来ちゃダメ。どうした。あ、はじめまして。私、伊勢つぶらと申しまして、楓ちゃんの面倒を見させていただいております。これはどうも。お父様、あっち行って。楓。つかぬことをお聞きいたしますけど、私が今この時ここにいるのと、あなた様がここにいらっしゃることは運命だと思います？まあ、そうでしょうな。私、こう見えても家事全般は師範免状も取れるくらい得意ですの。家事のできる女はお嫌い？はあ、もちろんそんなことはありませんが。あの、今度お家にお伺いしてよろしいでしょうか？おいおい、楓、なんてこと。いえ、構いませんよ。どうぞいらしてください。
では、私はこれで。はい！その日を楽しみにしております！つぶらさん、うち女子禁制ですから！お声も凛々しくていいわ。じゃ、ちょっと待って、待って、つぶらさん、まったく、つぶらさんも強引なんだから。なんでこう、うちの学校は変な人ばかりなのかな。つぶらさんはまともだと思ってたのにな。かえでちゃん、声出てる。自分のことを棚にあげちゃダメです。あ、楓ちゃん、昨日遊び歩いてたでしょ。え？いや、私昨日楓ちゃんの家に行ったらいないって言われちゃって。え、そうなんですか？楓ちゃんのお母さん、若いね。そうですか、すいません。ま、これは貸しにしとくよ。おはよう。おはよう、桜花ちゃん。一緒に行こうよ。え？別にいいよ。さ、行こう行こう。
楓、昨日うちにいなかっただろう。え、どうしてですか？いや、昨日ちょっと楓のうちに行ったんだけど、いなかったから。あ、そうだったんですか。すいません、昨日はちょっと。いや、いいんだけどね。昨日はどこ行ってたんですか？え？どうしてですか？私、昨日楓ちゃんの家に行ったんですけど、いなかったんですよ。そうなんですか。すいません。いいえ。いきなり行ったのはこっちですし、いいんですけど。
習なんですか？あ、みゆき様、その格好。先生がこの服に着替えてくるようにって言ってましたけど。ってことは私も着替えないといけないんですね。じゃあここで待っててください。変装というほどのものでは。楓ちゃん、あまり似合ってないですね。ほっといてください。これでも桜花ちゃんよりはマシなんですから。あ、こんなこと言うと桜花ちゃんが現れそうな予感が。大丈夫ですよ。今日桜花ちゃんは違う任務に行ってます。そうなんですか？珍しいですね。桜花ちゃんはこの服を着るのがすごく嫌みたいですよ。それはわかるような気がする。楓ちゃんはこの格好嫌じゃないんですか？嫌なんですけど。似合ってないですもんね。そこまで言わなくてもいいじゃないですか。ごめんなさい。
しもし、遠野様のお宅でしょうか。楓ちゃん、こんばんは。あ、みゆき様、よくわかりましたね。どうしてですか？いえ、特に用事とかがあるわけじゃないんですけど、ちょっと退屈だったもので。まあ、そんなもんですね。